さあ皆さん、お待たせしました。ようやくレオの遊び場、ニュー遊び場が完成しました。ありがとうございます。あ、誰ですか？あ、いや、フーじゃなくて、あのカメラマンさん。私です。誰ですか？知念です。あ、すみません、今日もありがとうございます。いつもすみません、お世話になっちゃって申し訳ないです。ありがとうございます。このじゃあ先に新しいゲーム部屋があるってこと？はい、この先に新しいゲーム部屋があります。大改造しました。朝9時から、夜の7時まで。すごい時間かかってる、はい、作業しました。なのでちょっと髪の毛とかは気にせず、もうね、すぐ回そうということで回しております。入りますか？いや、入りたいですよ。やめときます？やめます。じゃあどうしますか？入りましょう。皆さん見たいからね、うん、そう、入りましょうということで、ここが新しいレオの遊び場です。どうぞ。よいしょ。そうそうそう、ダダ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 。めちゃめちゃ変わったでしょ。よくない？ちょっとじゃあまあ、うん、こだわりもたくさんあるだろうから。そうね、まずじゃあ、まあ、ここ配信の一番後ろに映るメインの場所がこうなりました。はい、すごい、こうなりました。なんかね、はい、ベアブリックがもうバーッと自分の趣味のね、まあこれから多分中身とかも変わっていくだろうし、で、まあ、自分の好きなアーティストさんの絵とか飾ったりしてます。まあ、そしてその中にちょっと下にもなんかあるね、これ、はい、これはもう僕しか集められない。あ、恥ずかしい、恥ずかしい。映っちゃって、半ズボン映ってるかな、わかるかな、わかるかな、これ、ね、これじゃあもう中あ開けようか。見える、うん、見てください。映画鋼の錬金術師で使いましたエドの腕です。すごい。そう、これはもうシーズン1の撮影をしてた時からずっと欲しいなと思ってて、でもなんかやっぱそのおねだりもできないじゃない、こんなさ1個しかないもの。そうね。だけどあの監督さんとプロデューサーさんが、山ちゃんもう世界に1個だけだから山ちゃん持っててほしいっていうことで譲ってくださって、もうこれはあの贅沢に飾りたいってことで、もうちょっとこの部屋お金かかりました。かかったけども、でもここはまあ仕事部屋だし、うん、やっぱり皆さんの目に触れる場所ということで、まあ、やっぱり夢とかもね与えたいなっていうふうに思いましたので、あの贅沢にあの、まあ、いろんなものを飾って皆さんに楽しんでもらえる空間を作ろうということで頑張って作りました。僕が作ったわけじゃないですけど、業者さんにね、業者さんが作ってくれました。はい、こだわりが詰まった、こだわりが詰まったコレクション棚ですね。素晴らしい。まあ、ここがだから主に多分あのカメラが向こう側にあるので、ね、みんなはここを見ることが多いとかね。そうだね、僕越しに多分ここを見ることになるんじゃないかなというふうに思います。じゃあデバイス紹介、はい、デスクの方行きましょう。さあ何か変わってるのかな、はい、前とは。全部変わりました。あとデバイスももちろんそうなんだけど、まずデスクね。デスクも、いやすごい、そういいよこれ。これも自分であのゲームデスク用にこうしてほしい、ああしてほしい、細かいところまで全部あのお願いして自分だけのオリジナルのデスクを作っていただきました。じゃあ買ってポンって置いてるわけじゃないじゃない。だからそのアームとかもさ、はいはい、普通のデスクだとやっぱこういう穴がないわけですよ、はいはいはい、ここに穴開けてくださいとかいろいろ言わせてもらって、まあ、ちょっとやっぱり広く使いたい、いろんなものとかも置いたりするので、今ね綺麗ですけども、これ多分使っていくうちにごちゃごちゃになっていくんでね。今だって配線全然見えないよ、ね、そうなんです。気づいちゃいました、記念さん。すごくない？いや気づいちゃう、気づいちゃった、綺麗すぎるもん。ここね、配線も隠したいと押すと、うん、ここで配線が管理できるように。なるほど、その中に隠れてんだ、はい、わがまま言いまくりました、ほんとすいません。もうコンセントここに作ってくださいとか、もうこだわって一生使おうっていうもので、はい、作らせていただきました。さあそしてデバイスですね。まず一番やっぱモニターか、うん、まず大きく変わったなっていうのはモニター、ギガクリスタさんのモニターになってます。27インチそして24インチ、サブモニターが24インチです。でメインが27インチを使っております。でこのギガクリスタさんのモニターの何がすごいかっていうので、まず映像美がもう本当に綺麗、うん、とにかく綺麗で、新機能でですね、あの Apex とか、まあ、Valorant とか、まあ、いろんな結構ちょっと FPS 激しい
じゃないですか、うん、動きが。そういうのもすごくより滑らかに、うん、機能で、そう、新機能でなんか追加されているということなので、おすすめです。これの多分昔のもうちょっと古いやつを僕は使ってるんです。あ、今今私の買いな。そうですね、これめっちゃいいからマジで。あとね、これね、面白いのが何、リモコン操作なんですよ。モニターってさ、なんかさ、このここの横の部分でカチャカチャってやったり、この下の部分でカチャカチャってやってさ、はいはいはい、この部分に出てきたりするけど、このリモコン一つで、まあ、電源もオンオフできるし、まあ、FPS だったらこれが向いてますよとか、 RPG だったらこれが向いてますよとか、色彩も変えられるとか、本当にそのボタン一つで全てが解決できるっていうところはすごくありがたいし、僕なんか特にめんどくさがりなんで、ピピ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 つって、どっからでもできる、どっからでもできるから、これはすごく重宝してます。ありがたいですね。まあその他にもいろんな機能ついてるんですけど、とにかく本当に優れたモニターなので、まあモニターに悩んでるよっていう人がいたら、ぜひぜひギガクリスタのモニターを使っていただけるとね、いいんじゃないか。まあさ、一番新しいのとかだとね、 300fps 以上フレームレートはしか出るはず、そして、うん、これも変わったね。これハーマンミラーさんから出ているゲーミングチェアの第2弾、うん、新作です。これは、まあ、提供していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これね、前回は、うん、この首、はいはい、元がなかったんだけど、今回はあるんで、ね、ちょっと休みたいなって時もうすごい、すんごい、もうこの角度でも寝れるからね。まあこれは好みだけどね、その首元があるのが好きか嫌いかっていうの。ただこれね、取り外しできるんで、そうだから僕はそのエーペックスをやるときとかは姿勢が多分もうあの姿勢っていう風になってて、前回のね、うんうん、ロジクールさんとアーマミラさんのコラボのチェアで慣れてるんで、もしかしたらその FPS やるときはあっちで、他のゲームやるときはこっちみたいな、ちょっと贅沢に使おうかなという風に思っております。色がいいね。色いいよね、これ赤。他のねカラー展開もある。浜宮さんの椅子だったら何でも正直もういいです、いいですっていうか、もう何座っても疲れない、うん、長時間やっぱり配信するから、やっぱなるべく疲れないものをと思っていると、やっぱり浜宮さんのものは本当に優れた機能を持ってるので、ぜひぜひ座ったことない方は座ってみてください。お願いします。お、あとはマウスパッド。マウスパッドもう変わったかな。ロジクールのマウスパッドにしました。すごくシンプルな。そう、結構大きいね。やっぱりその配線師の方とかだと、やっぱりこうここでちょこちょこってやれるんで、うんうん、なんかもうちっちゃいマウスパッドでいいと思うんだけど、僕はもうなんかゲームやるときも本当キーマウ苦手なんで、本当に暴れるタイプだから、大きくないとできないゲームが。でキーボードはこれもロジクールさんのやつですね。結構さ、普通のキーボードって分厚かったりするじゃん、うんうん、でカチ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 って、はい、それが嫌な人もいるから、まあ好みなんだけどね、これは。僕は薄型が好きなので、このロジクールさんのキーボードを使ってます。まああとはでも変わらんか、まあ、ブルーのマイクで、ブルーのマイクアームを使ってて、でまあこのヘッドセット、うん、まあ、これもね G335 のこのヘッドセットもずっと使ってるんだけど、まあ、何より軽いよね、本当に。大事ね、長時間やる人はもう耳痛くなっちゃったりするかな。まあこれもイヤホンとヘッドセットで好み分かれるけど、僕はヘッドセット派なので、まあそれがあってオーディオインターフェースにつながってます。でヤマハの AG03、 そしてですね、ストリームデックですね。これは非常に重宝しております。うわ、いいね、配信者って感じだな。これないと、例えば Apex で言うとロビー画面に戻った時に、音楽自分で流すじゃないですか、配信中は。そうだから、もうこういう可愛いオープニングとかかっこいいオープニングとか、ね、名前つけてボタン一つで、まあちょっと DJ っぽくね、そうやってます。でエンディングはエンディング用の曲があったりとか、自分の気分によって曲も変わるし、まあその配信の色によっても多分変わっていくと思うので。そう、あとね、ディスコードのマイクミュートとかコメント拾いたい時とかは、やっぱりその一緒にやってるね方々に聞こえないように、そうなるべくね聞こえないようにマイクのミュートしたりだったりとか、あとはまあこういう画面ね、うん、ボタン一つで、まあ、前回もやりましたけど、そうそう、こうやってで、ゲーム配信だったら、まあ、今は何もつけてないですけど、ここにまあ本来ゲームね、うんうんうん、やってるゲームが流れるという仕組みになってます。まあ本当にこれがボタン一つでできるこのストリームデックっていうのは本当に助かります。感謝感謝この見るとね、うん、
なんかリモコンいっぱいあるなっていう。あー、それもなんかしょうがないね。これここ、うん、見て、うわ変わった、はい、最後紫です。お、最後1年のメンバーからピンクですね。ピンクですね。これ僕のメンバーから赤です。いろんな色に変えられます。すごい。なんとここだけじゃありません。まさかの、こちらご覧ください。おー、変わります。あ、いいねこの色。だからこれでホラー配信とかさいいね。よくない？ゲームの種類によって後ろ変えるみたいな、うん、そう。でこれも単色しかないっていう話だったんだけど、どうにかして、うん、色変えられるものないですかってちょっとわがまま言わせてもらって、うん、いろんな色が出せるようにしていただきました。そう、だから配信ごとに雰囲気変えられる部屋がいいなっていうふうに思ってたから、まあもう自分的にはもう大満足の部屋になりました。でまあ PC は相変わらずガレリアさんのこんな感じで入ってますよ。ちょっと暗いんですけどね。最強ですか。でまあここをちょっと熱がこもっちゃったりするかもしれないから先に風を送るという仕様になってますね。どうですか皆さん、このレオの遊び場ニューバージョンということでね、みんな待ってくれてたから、すごく配信とかでも話しててなるべく顔出ししないようにしてて、なんかちょくちょく変えてってたから、今日初出しということで皆さんにやっとお披露目できました。今後だから顔出し配信も増やしますし、まあなんかなんだろうね、雑談配信みたいなのもやれたらいいかなと思ってるので、ぜひぜひ楽しんでいただければなというふうに思います。まあ引き続き Apex、 まあ僕バイオハザードも配信したいと思ってます。でそういう時はね、このいいね、これちょっと赤い感じでね配信したりとかもありだと思いますし、まあまたね知念さんともゲームでご一緒する機会があったら一緒に配信とかもねあるかもしれないし、またいつか、うん、まあ、どこにでも現れるから雑談配信とかも来るかもしれないしね、部屋に。確かにね、うん、いや、いたら参加しますよ。ぜひぜひお願いします。ということで皆さん、レオの遊び場ニューバージョンお披露目会という会でございました。ぜひこれからも、レオの遊び場よろしくお願いいたします。チャンネル登録ぜひしてください。よろしくお願いします。それではまた配信でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。